やっと着いたな、ババナシア王国や。うん、ゴロネールとだいぶ違うね。そらそうやがな、ここは砂漠のど真ん中にある国やからな。でも、なんかいい匂いがする。ババナやな、この国にはババナっていう名産のフルーツがある。そら食べると絶品やで。せや、喉も渇いたし、ババナでも食べに行くか。ほんと？それ、そんなに美味しいの？そりゃうまいで。この国はババナの交易で大きくなったくらいやからな。じゃあ行く行く。Thank you.
さん、僕に魔法を教えてほしいんです。大きな魔法の力を手に入れてジャボーを倒したい。ジャボー？君たちも？はい。悪いな、私にはもう魔法は使えない。え、どうしてですか？ソロンさんは全ての魔法を極めた四賢者の一人なんでしょ？何と言われても使えないものは使えない。君は何ですか？あなたたちは誰？まさかこの子、抜け殻人か？ジャボーに心の一部を奪われた。私のせいだ。私がジャボーに逆らったためにこの子はこんな目に。だから私はもう戦うことをやめたんだ。この子をこれ以上苦しめたくない。この子と二人穏やかに暮らしていくことにした。ソロンさん、違うと思う。え？苦しんでいるのは心を奪われたからじゃない。ソロンさんが戦いをやめて全てを諦めてしまったから。だから彼女は苦しんでる。何？わかるのか？うん。なるほど、そういうことか。私に協力してほしいからわざとそういうことを。え？帰ってくれ。そっとしておいてくれ。誤解です、そんなつもりは。聞いた通り、確かにあの子はジャボーに心奪われてるようやな。じゃあ探しに行こうよ、あの子に必要な心のかけらを。いや、あの子の場合はちょっと特別なんや。え？あの子の心の輪郭が見えへん。え、どういうこと？あの子はな、心のかけらを奪われてるだけやない。自分自身で心を閉ざしとるに。まずは心の輪郭を見えるようにせんと、心のかけら持ってきても始まらんで。どうすればいいの？お前の世界や。あの子が心を閉ざしとる原因はお前の世界の同じ魂を持つもう一人のあの子にあるようやな。一旦戻ってもう一人のあの子を探すに。うん、やってみる。Thank you.
君は？僕はオリバー。あ、怪しいものじゃない。君と同じこの町に住んでる。知ってる。ずっと見てたから。え？私、病気なんだ。この部屋から出られないの。外に出ると苦しくなっちゃうから。だから私にできるのは、この窓から見えるものをずっと見ているだけ。せやから窓女ってか。し。大丈夫や。この世界では俺の声はお前以外には聞こえへん。そう。私は窓女。え？何聞こえとんかい。この町でそう言われてるの。あ、うん。君だって私のこと不気味って思ってるはずだよ。違うよ、思ってない。いいの、気にしてないから。パパたちに見つかる前にそろそろ帰って。おい、ちょっと。しかし変やで。俺が見たところ、この子の体にはどこにも異常があらへん。健康そのものや。そういうの、わかるの？これでも大妖精やからな。それくらいはわかるわい。それってどういうことなの？多分、病気はとうに治っとんねんけど、あの子の心と体を縛りつけとる何かがあるんやな。どうしたの？あ、いや、その…僕さ、また会いに来るよ。え？君がこの部屋から出られないなら、僕がまたここに会いに来る。そうしたら、友達になれるからさ。オリバー、無理だよ。え？パパが許してくれない？帰って、オリバー。シェリ
どうしたの？いや、パパに見つかったら大変。一緒に行こう、シェリー。え？外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。外に出ることを考えただけで胸が苦しくなってくるの。シェリー、行きなさい、シェリー。え？パパ？シェリー、今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにして、レイシルともいつも喧嘩をしていた。おそらく、お前を縛りつけているものは、この私だ。パパ。お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、私とレイシルがお前という唯一のつながりを失って一緒にいられなくなる、そう思っていたんだろう。だからお前は、お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私もう大丈夫だ。パパもママもな。シェリー、パパを許しておくれ。パパ。羨ましいんか？え？ううん。素直とちゃうの？オリバー。え？私、勇気を出して外に出てみる。私を外に連れてって。シェリー。シェリーやったよ、やったよ、オリバー。私、外にいる、外にいるよ。なんや、ええ気分やな。オリバー、ありがとう。
なんだこれは。私どうしたのかな。君はジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を。戻ったのかマル。本当にお前なんだなマル。パパ、すまなかったマル。確かにマルは勇気を奪われていた。でも本当に勇気を失っていたのは私自身だったんだな。オリバー、君はそれを教えてくれた。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び一つながりの笛がこの世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛？かつて世界が平和やった頃の。そら古い話やで。二の国の全ての王によって少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。その笛の音こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなってもうどれくらいになるのだろう。三人の王の仲がごっつ悪なってからは聞かんな。やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。ああそうだなマル。私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございますソロンさん。では早速だがデカロックさんに行くとしよう。デカロックさん、なんでまたそんな決体なところに。この国ではババナと呼ばれる名産のフルーツがあったのだが、デカロックさんの噴火のせいでめっきりと取れなくなってしまったんだ。それもジャボーの仕業ではないかと言われてるの。デカロックさんの噴火を止めればババナも再び取れるようになり、このババナシアは再び活気を取り戻すはずだ。それとあそこにはイマージェンの力を引き出す精霊の神殿がある。あそこなら魔法力の特訓も可能だからね。こら骨折れるで。わかった、行こうデカロックさんへ。